麻薬取締法違反の罪で起訴されたミュージシャンで俳優のピエール瀧被告が4月4日、釈放された。これに関して電気グルーヴの相方、石野卓球さんがツイッターに投稿した内容が4月5日放送のバイキング、フジテレビで取り上げられた。石野さんは4日、瀧被告に保釈請求が出されたと知った際、朝死刑じゃないの、とツイート。この内容が番組内で紹介された。他にも、ウェルカム、バック、早く瀧に会いたいな君たちのこと、ウドは友達がいないからわからないと思うけど、友達って大事だぜ。あと知り合いと友達は違い。ウヨ党の投稿も取り上げられた。これについてタレント、土田明コレさんは、もちろん大人としての意見はあるでしょうけど、僕らファンからすると、卓球さん昔から好意、無感じですけどね、みたいな。それを今テレとかマスコミとかが急に取り、利上げてるだけでと回答した。坂上忍さんは、保釈時に瀧さんが髪を73にし、スーツを着、用していたことに言及。報道陣に対して誠実さをアピールする意図があったと思われるが、坂上さんはその上で、石野さんのツイートについてこれって、瀧被告のプラスになるのか。何でもプラスマイナスってものではないと思うんですけど、どうなんですかねと疑問視した。タレントの東国原英夫さんも意地になってるでしょうかね。電気グルーヴを知らない人たちが見た時に社会人として大丈夫なのかっていう目で見られると同意した。しかし土田さんはファンじゃない人に見られようが多分なんとも思ってないんじゃないですかと指摘。坂上さんが瀧さんにマイナスになること、いいとはやるべではないのではと聞かれると、土田さんは多分プラスマイナスで考えて喋ってないのではと推測していた。土田さんのコメントについてツイッターでは、ファンの気持ちをめちゃくちゃ代弁してくれてるといった声も寄せられた。放送を受けてか、石野さんは5日、ツイッターで万人に受け入れられようと思ってたら電気グルーヴなんかやってないの。原文ママ、と投稿した。